バラコボ原子力発電所は、モスクワの南東 900km の、ロシア連邦サラトフ州バラコボに存在する、原子力発電所。4基の原子炉が利用されており、5基目が建設中である。原子力発電所の所有、運用はロスエネルゴアトムである。バラコボ原発は、ロシアと欧州の原子力発電所の姉妹計画に参加しており、1990年に、 ドイツのビブリス原発とパートナーシップを結んでいる。1985年6月27日、1号機の立ち上げ時にヒューマンエラーで圧力にがし弁が意図せず、開き300度の蒸気が職員の作業区域に入り14人が亡くなっている。この事故はチェルノブイリ事故以前のものとして知られる。バラコボ原発では4機の原子炉が運用されている。クラフトベルクビブリーズ。 和のパートナースチャルファットミットバラコバ JHRT z 筆ツーム 20‐RWE2010 年10月18日閲覧 h t t p w w w n u c l e a r f i l e s o r g s l a s h m e n u k e y i s u e s ラッ s ュ n u c l e a r w e a p o n s スラッシ i s s u e s ス a ッシュ c c i d e n t s ッシュ a c c i d e n t s 1 9 8 0 s 0 5 h t m HAD Power Reactor i n f o ン m a t i o ブザー A e IAEA, ロシアンフェデレーションニュークリアパワーリアクターズありがとうございます。